マリオカート8実況プレイチース。どうもチェイです。パート7となる今回世界戦をやっていきたいと思います。日本勢が私ただ一人という完全にアウェイな中で今回この世界戦を戦っていきたいと思います。さあ何度も何度も壁に高い壁に跳ね返されてきましたが、この実況の中でいざその壁を超えることができるのか。さあ攻めも強い、レートも高い、レートだけじゃない確かな実力も持っているこの世界、簡単には抜かさせてくれません。このアウェイ感が襲いかかります。さあその中で選ばれたこのマリオサーキットで果たして勝つことができるのか。現在4勝を挙げています。残り6勝、果たして5勝目はどこで挙げることができるのか。それがこのコースであると思いたい今日この頃。さあ2周目 4位まで上がりました。実はこの部屋に入って最高順位はまだ4位なのです。それだけ厳しいコースなわけですが、さあ2周目の地点でこれだったらまだもっと上を目指せるのではないかと予感させるこの展開ではありますが、やはりアイテムがいいものが出ないと追いつけるわけではないです。こういう風にイカが出たり前の方の人がなぜかスターを出したりと理不尽な展開になりがちなんで、さあなんとか追いつきたい。まだ3位にもなれないぞ、まだ3位にもなれない中赤コーラ投げて4位をキープするしかできていないぞ。さあどうなのか、このトリプルラムダッシュうまく使っていきたい。1位は結構離れている。さあこのラムダッシュ、さらにラムダッシュ、さあ3位いらない、これはいらない、後ろを突き放すだけでとどまり、そして自滅あーということだ、なんということでしょう。最後まで魔物は住んでいた、結局中盤にとどまる結果となってしまいました。レートこそは増えてもこれではダメだ、もっと高い壁を越えなければならない。2コース目はこのキノピオハーバーとなります。さあ人数は9人、普段よりやや少ない人数ではありますが、やはりレベルが高く緊張感が漂う。さあこの中で金色のおてんば姫であるこのデイジー、1位を目指すことができるのか。さあ最初のアイテムが引かれてノッコノコではなく緑コーラ1個ですね。あーっとこれはやばい、このコースは結構壁ゴンしやすいからきついですね。さあ後ろに投げて赤コーラを引きました。さあ狂気となることができるのか赤コーラ、さらに1人2人を抜かしていいところについていきたいと思うのですが、なかなかそれに伴う実力がまだ備わっていない私がそれについていくことができるのか、そこが焦点となりそうです。そして前の人が緑コーラを後ろに投げる、やはり世界の壁は高い、そう簡単に前に出させてはもらえない。おっとやばい、自滅。さあ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 、そういうのも焦ることなくいきたいところですが、なかなかうまくいくものではありません。さあ2周目に入りました、依然として順位は真ん中の方。さあ連続トリプルラムダッシュ、ラムダッシュがずっと続けばいいのだが、さあどうなんだ、3連続はならず、ただのラムダッシュでした。さあしかしなんとなんと、もう3位に上がってきた、もう3位に上がってきた、もう3位に上がってきた、もう2位、もう2位になってきた、だが慎重にまだ我慢しなくてはいけません。前の人が赤コーラ持っている、まだ我慢 しなくてはいけません。ここで相手も入れ替え、あーこれは最悪、コインだけでは何もできない、つまり無防備状態、赤コーラが来たらジ・エンド。さあそんな中後ろから赤コーラを持ってる人が2人も、あーこれは無理です、これは無理、デスコンされるこれはひどい、これはひどい、アイテム差である、 あっという間に再開、そしてアイテムを取らせてもらえない中減速してやっと取れて、さあ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 追いつきたいけど1位が早すぎる、こっちはね右の方が早いんですけど、アイテムを確実に取りたいがために左に行ってしまう私であります。さあこれで超絶ラブラッシュでもっと前行きたいとこだが、これは慎重に行かなくてはならない。あーっと世界の高い壁を越えるにはまだ実力と運が伴っていないか。さあトリプルラブラッシュで少しでも前、今より高い記録へ、あーっ
と、もう一人足りなかった。もう一人足りなかった。しかし確かな手応えは感じました。この中で2位であればまだいい方ですが、1位ならければ意味がないという皮肉な部分ですね。3コース目がこのヨッシーバレーとなりますね。さあ、たくさんに分かれる分かれ道を切り抜けて1位を取るのは誰なのか。さあ、スタートしていきました。8人となりまだ1人少なくなりましたが、アイテムの状況が変わりやすいですね。人数が変わるとそれだけでね。重さに負けて落ちてしまった。バイクっていうこともあってね、やっぱりデイジーが軽いっていうのもあるんでしょうけど、バイクになってね、さらに重さが軽くなってしまいますね。それで押されやすいという感じです。そして後ろからのファイアボール、これは露骨なまでに狙われてるのか。さあ、7位、トリプルラムラッシュのうち1個しかない。だが相手も入れ替えてうまくいきたいところですが、ブーメラン、前を攻めることしかできない。あっと、ちょっとやばい、敵にぶつかってしまった。これはちょっと敵に追いつけないかな。やっぱりキノコが欲しいと思う今日この頃です。1個投げる、アイテム入れ替えて、トリプルラムラッシュ。ここはキンキの方が良かったかな。前の方がキラーの人がいますね。だからこれではちょっとやっぱり物足りないかな。さあ、最下位に落ちてしまった。ここはサンダーか。望み通りのアイテムが拾えないぞ。ちょっとやばい、さらにやばい。凝固プレイ発生できないのか、発生できずに終わってしまうのか。トリプルキノコ、悪くはないというところでしょうか。後ろからボメが出てきましたが、なんとか防ぎまして、2位に上がったぞ。さあ行け、デイジー、日本の夢を抜けて、さあ行きました。外から襲いかかってきたぞ、日本のデイジーだー。先頭はデイジーに変わった。後ろから怖いのが来ている。京さんという人がかかっている。スペイン勢の人が襲いかかって、また先頭に立たれた。もう一度デイジーに先頭に立ちたい。まだ先頭に立てない。もう一度このチェケボンを使って、もう一度先頭を狙うことができるのか。さあ、チェケボンを投げる、投げれなかった、投げれず終わってしまった。2着いや3着、日本の夢は途中でついえった。しかし3番手まだ戦える力は残っているかなと思います。さあ、この動画ラストコースはヨッシーサーキット。これもダウンロードコンテンツによって出てきたコースの一つです。さあ、今日はね、撮っている時間がね、夜の2時半ってこともあってね、ちょっと口調がね、いつもと違ってるような感じにはなっていますが、まあそれはお気になさらずに、テンションの高さはいつも通りですからね。むしろね、深夜ですから、深夜のテンションになればなるほど私のテンションは高くなるという感じでしょうか。さあ、アイテム入れ替えて、キノコですね、ラムラッシュことキノコ。さあ、ラムラッシュ、ここで使うべきなのか、ちょっといまいち私は分かっていません。そして赤コーラ被弾してデスコーン。やはり日本に対する洗礼というやつなのでしょうか。厳しい攻めが待っている。やはり日本に対する攻めが厳しい。そして8位、そんな中で引いたのがスター。まだ物足りないような気がします。まだ物足りないか。さあ、ここで使う。そして相手も入れ替えて、ここでショートカット、大幅にショートカットをすることができました。だがまだ7位、これではまだ足りません。なんとか3周目までに3番手ぐらいには持っていきたいところ。さあ、一人一人順番に攻めていって確実に順位を上げていく。さあ、相手も引いていって、ここでまたスターですね、凝固かもしれません。いい感じに来ています。さあ、サンダー誰か引いてくれたらいいけど、パッドを確認したところ誰も引いていない。後ろからキラーが襲いかかってきた。さあ、私も使っていいですね。ここでまたもやラムラッシュ、
ラブラッシュ、追いつけ、追いついたか、あっとやばい、あっとやばい、今の壁ゴムはちょっとでかいかもしれない、でかいかもしれない。さあ3位だ、3位で、ブーメランではない、ブーメランではないぞ、ラブラッシュが欲しい、ラブラッシュが欲しい、こんな時に出てくれない、ラブラッシュなんとか出てこい、ラブラッシュ、ラブラッシュ出てこい、あっと危ない、避けれた。さあまだ3位、まだトリプルラブラッシュ来た、さあ追いつけるのか、追いつけるのか、足りない足りない、あっと残念残念、前線はするものの1位には及ばない戦いの連続です。あーっと確実にレートは上がっているもの、もったいない戦いが続いていますね。ということで、また次に続きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会おう。